福島で始めていただいた全国イベントなので、まあ、本当にまず福島の皆様にありがとうございますということをまず申し上げたいですね。一堂に会すっていうことがなかったんですね。でこれを初めて実現してくれたのが福島なんですね。でその福島から始まった焼き鳥オリンピックが毎年毎年北海道から九州から四国から、日本を一周してきまして、で今回、帰ってくると。で私たち焼き鳥オリンピックは福島に帰ってきましたと。大きく育ってまた福島に帰ってきましたので、またここでみんなで元気になってですね、また次の力になれればいいなと、そういうふうに思っています。今回は福島にやってまいりました。福島は、これをやり始めた第1回目の、地でもあって、まあ、我々にとっては、生まれ故郷のような、このイベントの生まれ故郷のような存在なんですが、まあ、聖地というふうに呼んでるんですが、まあ、復興支援、皆さんを元気にしたいなという気持ちで、まあ、全国から集まってまいりました。そうですね、多分焼き鳥って皆さんが大好きな食べ物だと思うんです。で、これを食べていただいて、笑顔になっていただきたい、元気になっていただきたい、それで、みんなが集まって、まあ、ビール飲めない人も、まあ、飲める人も、一緒にこう輪になっていただきたいなというふうに思っております。